コメント欄で結構ハテナマークの質問が来るんですよね。答えるやつなの。まあそんなこと関係ない、 NG なしなんでうちはすいませんけど給料は退職前と変わらずなんでしょうか。それは仕事のなんか時間じゃなくてパフォーマンスだと思うから。社長ハゲてたのっていう質問。あ、そうだ、知らないと思う。やっぱり衝撃映像だからこっちからしたら寺岸さんは辞めちゃったんですか。そこ来る。はい、次の質問お願いします。なんか今それ政治家だよな。まあ、これ結構ね、はっきり言ってるよね。うん、結構はっきり言ってる。勘違いはしないでほしいよね、その。はい、うん。じゃあ、すいませんけど、撮影させていただきますからね。身を企画。身を企画というか、今ちょっと、スパゲッティ食べたばっかり、ちょっとね、一応頑張っとな。まあ、身を企画というか、いいんじゃないかなと、やった方が一回は、伸びる伸びない別として。うん、まあ、何言ってコメント欄で結構ハテナマークの質問が来るんですよね、動画に対して。それをコメントで私が返すのでもいいんですけど、説明をコメント欄でしたところでっていうのも一人一人に見ようが、難しいよね。なんか質問も、まあ質問してくれるのはいいんだけど、もうなんか仕込んでって感じだよな、ぶっちゃけ。まあ、まあ一生懸命見てくれるし、返すのもなんか伝わりにくい、どっちかっていうと文だと。そうそうそう、で、まあそれが何、その動画に対して真面目な質問であったり、答えるやつあるだろう。まあそんなこと関係ない、 NG なしなんでうちはすいませんけどNG なしで、ここまで NG なしか言おうとね、全部 NG なしです社長の。どんまで答えるからね。はい、いいですか。もう NG なしなんで隠すなしですよ。NG まずいな。まあ最初はちょっと真面目に、まあ井村さんの終わってる曲にはめられましたという動画、終わってる、あ、客にはめられました、はい、最近ね、それに対してのコメントで、シンプルに疑問に感じたのですが、一度退職され復帰された井村さんですが、給料は退職前と変わらずなんでしょうか。それ見たな、俺ちらっと一回下げたか、どうした超一回お前辞めてさ、戻ってきた時って給料一回下がったっけ。下げた、一回下げて、また戻った、下がってるやろ、下がってる、下がってる。ねえねえ、映してね、声一回も発してくれなかったんですけど。ああいうやつだもん、あいつ。ちゃんとああいうやつだもん。冷徹の井村だから。本当に困っちゃうわ、本当に。うれしそうじゃない。顔隠して、映、してももうパソコンで見えない。いや、それは何って言ったら別に、動画になっとるかわからない。こっちはお願いして戻ってきてくれって言ったんだわ。あ、井村さんが戻りたいって言ったわけじゃなくて。そうそうそう。で、ちなみに森理恵さんも戻ってきて下げとる。しかも大幅。打ち上げたんじゃなかった。やめました、やめました。和菓子屋さんから働いたんだよね。あ、洋菓子屋さん。洋菓子屋さん働いてどんだけ。2ヶ月きっちり。2ヶ月で、2ヶ月で答え、もうやめちゃいました。雇用形態が社員で入ったつもりなのに、まあ、ちょっと正直言って1ヶ月一人で暗い通路でこう袋に商品を詰め込んでる時そういや、私社長っていい人だったんだなと思ったから。死ねえよ、それはなんでなんですか。戻ってきたいって言ったから。持ってきたいって言ったからとかじゃなくて、まあ俺は仕事のなんか時間じゃなくてパフォーマンスだと思うから、30万40万50万って回るとするじゃん。はい、じゃあ50万の仕事だったらやっぱこれぐらいやらなきゃいけないよねって。だってお前に怒ること、あ、怒らんことね、あいつに怒るじゃん。はいはい、当たり前のレベルちゃうやんって怒るやん、やっぱその給料に見合う。じゃまた戻ってくるなら営業だったらもう年齢も年齢だから、じゃあ指導係になったらと、これだけの給料払うんだから、まあこれだけはやってよっていうのは会社はあるじゃん。で、仕事の幅によって変わってくってことですね。そりゃそうじゃない。はい、次、多分これがマジで多かった質問。うん、怖いな。めちゃくちゃ多い。社長のことじゃないんですけど、塗装の寺岸さんは辞めちゃったんですか。そこ来る。これめちゃくちゃ多い。どの何塗装関係ない動画でもめちゃくちゃ来る。はい、次の質問お願いします。なんか今それ政治家だな。アンサーもなし。でも寺岸に対して、まあまあ言っていいことと悪いことがあって、まあまず俺的にはまあ別に辞めました、はい、辞めたっていうよりは、まあもともと個人事業主はもともと従業員じゃないからね。だからまあ個人事業主だから、まあ別によその仕事もやってます。そうですね、外部やってたりうちでやってたりして立つもんね。まあ、あいつが傷ついたらかんからさ、で言いたいことはいっぱいある、まあ、仕事のね、仕事そうじゃん、営業だけが頑張らん頑張れでも、職人だけ頑張らん頑張れ、両方頑張ればいいものが作れとんだから、だったらね、なんかそれをなんかお前勘違いしたらあかんぞって言って、で何回か
ったから、まあ、怖いのはあってな、まあ、うん、どうだ、まあ、でもあいつは一経営者としてあ、待ってんじゃない、まあ今は外部でそうこれ頑張ってるよって、いやいや、俺は全部言ってもいい、全然本当に、あいつが傷つく、ちょっとそれあいつはあいつの今の生活を頑張ってるから何してるか分からん、まあでも聞くよ、どこどこの現場で見たとか、で俺も知っとる、あいつから聞いとることもあるし、うーん、まあ、ゼロじゃない、喋ってないのが、まあ関わりがゼロなわけではないけど、そうそう、まあ今うちではお仕事されてませんというだけで、そうそう、年会同士の仕事もちょこちょこやっとった、先生になってます、まあ、これ結構俺はっきり言ってるよね、うん、結構はっきり言ってる、勘違いはしないでほしいよね、その勘違いはしないし、嫌いなわけではない人もいるってこと、思ったよりバズいからこの動画と思ったら、いい、大丈夫大丈夫ですよはい、ちょっと最近多い質問、多分最近視聴し始めてくれた人が多いんだと思うんだけど、うんうん、社長ハゲてたのっていう質問、あ、そうだ、知らないと思う、やっぱりあるのとないのとえらい違いだねってコメントをくるんですよ、じゃあせっかくだよ見せたのか今日ちょっとガーディアスだから取りづらいんだわ、うん、最初は本当はこれ接着剤つけなかった、はいはいはい、だけど俺はもう別に隠してないから、うん、酒飲める時も取っとるじゃん、でゴルフ以外のも取っとんだわ、なんか医療用シート、ちょっとこうやって力入れて取ろうとしても、うん、この音聞いて取れるけど、ちょっとあの何だ SAE みたいな音なんちょっと静かにしな、ねえねえねえ待って、衝撃映像だからこっちからしたらこっち衝撃映像だから違う違う、だってうわー痛そう、めちゃくちゃこれ頭やばい、これすごくねえ、じゃあ待って、みよこっちとしてないから頭映したのか、ここシールついてね、ついてるついてるねえ待って、これがまあまあそれで喋らんでノーマル状態ですじゃあ別にこれは別に俺はだからファッションだから、まあそうですよね、じゃあ帽子かぶるなって言っとるのと同じなわけよじゃあ家ってかしゃべらんて、ね、しゃべらんて、じゃあ一個だけ言わせて、この状態でコメント欄に、うん、じゃこれが帽子だって言うなら室内でかぶるなよってやつを、たまにこいつバカかと思うの、でうまいこと言ったなと思って喜んでるんだろうな、そういうこと書くやつ、うん、だからちょっと なんちゅうの、髪の毛あるぐらい偉そうにすんなよと思うんだよね俺の次その状態で喋らんでほしいんだけど何って、撮った瞬間が衝撃映像でしたからね、本当にこっちからしたら、だって顔も映ってない、頭だけが映ってる状態でお前わざとお前顔ちょっと痛めにで撮ったのに、本当はこれ接着剤とか全部つけなかったな、うん、いやマジ重かったですね、あの質問だった、社長ハゲてたんですかって、ああそうハゲてたんですけど今もハゲてます今でもハゲてるけどハゲてはないよね、薄いだけだから、うん、まあ髪の毛は生えてくるけど、まあみんなみたいにそんなボワーってボーボーではないよってだけ、そうそう、じゃあ次、あのクレーム発生っていう7年前の工事クレーム発生っていうお客さんの動画から、うんうん、10年保証ですかって質問聞く、ああいや保証いろいろあるじゃん、まあその契約時によって違うってことですね、取るよによって違う、まあうちはもう本当に細かく15項目ぐらいにしてなんかやっとるはずだよ、確かもともとはもう全体でウィンってやったけど、うん、ウィンって、うん、だけどそれをさもうなんか、まあ、じゃあやろうみたいになるじゃん、こういうオーラみたいな、はいはい、頭良くない人間はまあや行ったんだからって、うん、そうなると本当に会社潰れそうなぐらい保証しないから、まあ、そうですだから今までそういう保証だったから、だから今はまあどっちかというとこれは保証しますよっていう感じにしとるけど、うん、まあでもほとんどやっとるやん、雨漏れも今やってるけど、雨漏れは本当保証できないんだよ、あそうなんだ、まあまあ雨漏れ雨漏れの理由を見つけなかった、で見つけてうちの理由だったらいいやん、別にだけど外気だけやって外気から入ったっていやその証拠ないし、別に防水の可能性あるでしょ、防水やったら治るっていうあるでね、これ難しいよね、じゃあもうルール会社で決めちゃうとダメダメダメにするしかないもん、うん、まあ難しいところだけど難しいじゃん、だからまあ民間のちっちゃな会社だからまあ営業裁量にしとるし、営業の人間教育は俺がしなかったことだけど、だけどいいやつしかいないじゃん、ちゃんと答えよう、あこれはうちが悪いよなって絶対答えるよ、人間じゃん、まあもし気になる10年保証とかまあその契約によって違う、気になるならご契約、そうそう気になるならお見積もりを、契約してくださいって契約気になるなら契約あもう一個だって俺保証のこと言っていい、はい、他の会社の保証なんか信用するなと、うちに流れてくる案件はもう予想で10年保証なんだけど20年あまあいい、こうやって言ったらいいんじゃないですかって言っても相手絶対受け、うん、詰めてる会社も多いしもちろん
それでいつもトラブルしとるけど、昔は俺もそうだったけど、うん、まあ、こうやって言ったら多分なんとかしてくれますよとか、こうやって言ったらいいですよって、うん、僕らもこうやってやって写真も撮ったんだから、ここが絶対守るの箇所だから、うん、これで話をしてやってくれ、うん、嘘でしょと思う業者さん、本当に思う、うん、いやこんなこと やった方が得じゃんって、うんうん、数万円でやって自分の信用をもらうわけじゃん、また塗り替え道場になるとそっちに頼んでもらえる可能性もあるわけでしょ、うん、なんでそのことやるのとか思うけどな。はい、全然、うん、次は、うん、あの最近大人気じいさん、ごまきさんに対しての質問じゃないけど、うん、どこでごまきさんが見れますかとか、ごまきさん彼氏候補でいいですかとか、そういう質問が多いんですけど、あ、彼氏候補って、まあ、彼氏候補でなりたい、なりたいと、そのコメント消せよ、まあ、それは消してありますよ、まあ、どこで見れますかっていう、インスタで見れるけど、みんなインスタ探してくれてるんだよね、実は。あ、インスタ出てくるでしょ。でも社長が可愛いかは言うし、みんな可愛いかは言うから、うん、気になるんだよね、みんな。ああ、なるほどね。ごまきさんについてどうですか。なんか SNS っぽすぎてつまらん、まあでも、まあまあまあ、な質問何、ごまきが可愛いと思うかどうか。だって何、足場買い取りに必要ないけど買いに行こうかなっていうぐらい気になってんだよ ねみんなが、うん、まあ買ってから行ってって感じ完結、買ってから行ってって顔はそんなこと言えんでいい思ったことは言えんでいい、別に以上思うならやって、思うならやって、まあごまきさんは顔出ししたくないって言うんで、うん、今後も出てくれないかなと思っております、うん、まあ、それをなんかインスタだったら見れるよとかなんかをもう嫌だし、なんかこれもね、うん、そのためのインスタじゃないから、足場に興味がある人が行ってほしいし、それは多分最初の方に言っちゃったから、そこで見ようとしてダメだった、気になるよね、でも分かる、それは分かる、顔出てない人ほど気になるんだよね、分かる分かる、でもコメント欄に入れるなって感じ、それを実はまあそれは俺の考え方だな、いろんな、まあ多種多様でいいけど、くだねえなと思う、そういうこと見れるっつっちゃ思うじゃん、どういう顔なんだろうなとかさ、こいつ本当どういうやつなんだろうなっていうのを入れんくない、すごい、まあ、俺かんなあんまりまあここはまあまあそんな感じです、まあ、端的にペッペッと言ったかな、あ、まだ、いや、まだ最後質問はいっぱいありますけど、最後が難しいですけど、ね、まあ、じゃあ最後は真面目にいきます、うん、最近社長が言う営業と職人の話からの、それで締めます。同じ建設業界でも営業管理と職人はそもそも畑違いの仕事ではって質問に対して、営業と、あ、営業と職人っていうのは全く違う仕事だよね、うん、そりゃそうでしょどういうこと、それ何を聞きたいの、ではっていうのは堀川翔とか足場やったことに対して、営業やったことに対して、そういうことじゃないかなって思ったから、だから最後にはいいんかなと思った、うん、まあそういう捉え方もあるし、もちろん畑違いの仕事です、だけど畑違いの仕事だからやらんでいいってことはないよね、もう職人でも営業力は必要だったりする、そう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 、別にだって人間って何が功を奏して今があるかわからんじゃん、うん、俺もそうじゃん、畑違いのことっていうか、まあたまたまやんちゃったとか、たまたま飛び職やった、うん、飛び職じゃないじゃん今のか、だけどその全てのことが俺に今作用して今があるから、うん、だからやらないっていう、まあ、選択肢もあるから、別にやりたくなかったらやらんでいいと思うし、うん、別にそれは自分が決めること、最終決定はね、うんうん、そのコメント欄で違うのではっていうそのクエスチョンに対して、まあ、それとは言い悪いは俺分かんないけど、いやそれは違うでしょって思うクエスチョンだったら、それはお前の価値観だし、お前はやんなくていいよっていう感じだし、まあ、それ違うのではっていうので、ちょっと知りたいっていう意味、なんでやらせてるかが知りたいだとしたら、っていう意味だったら、あの上に行けば行くほどそのスキルが必要になってくる、でもうん、その職人としてはもちろんまだまだ何十年やっても、飛び職でも塗装でもそうじゃん、うん、もっともっと新しい知識入れていかなあかんけど、職人としてもだけど、そのなんていうかな、その一つのプロセッショナルっていうのは本当に素晴らしいことだし、いいことだと思うんだけど、他の業務ができることでお金だけで考えたら、うんうん、すごい幅広がると思うな、稼ぎやすくなると思う、うん、その面で攻撃できるっていうかさ、まあ、五角形があったら、まあ、一個だけ五だったらさ、まあ、それは稼げるよね。でも、そう。じゃあ、例えば、もう本当に飛び職だけで、それ以外何もコミュ力もない。人とも喋れない、うん。何もできない。まあ、そしたらそこ一つ終わっちゃうよね。そうそう。それだけのスキルで、本当にじゃあ月、じゃあ年収1000万超えれる人って、1% いないでしょ。1% いないでしょ。
だけどこれ人とか使えるとかお客さんとも喋れるっていうある程度コミュニケーションスキルを持ってたことで下請け工事できるよね、うん、で従業員雇ったりもできるし協力業者頼んだりもできるよね。何かあった時も助かる。そうそうそう。で自己管理能力だよね次一番必要な、うん、で堀川翔ってやっぱ自己管理能力足りんや、うん、その約束とかこういう管理能力だよね。でこれがないとやっぱ今度ザ、まあ、まあレベルの低い仕事しかないでしょ、うん、逆は、うん、逆営業から職人は、うん、ああ海外問題で言ったやつ。営業から職人って俺はあんまりおすすめしてないから別におすすめっていうか、まあ、やりたことやれんちゃうって感じ。えそのなんかミオが思ったのは営業から職人っていうのも逆なバージョンなだけで別に戻れないわけじゃないじゃん営業に、うん、だけど職人女それを やることによってあ職人ってこういうことだったんだああいうああこういうのなんだみたいな学びだけだったら別にいいんじゃない。いいと思う。いいんだ。だからうち職人マス打ちでしょみんな職人とかね。へえ。入社して営業も全員職人。あそうなの。今逆に入社して2年間営業でまあまあ数字はしてたんだけどブランクになったり、うんうん、まああとやっぱりその子は営業力はあるお客さんとのコミュ力もあるしもう管理能力半端ない、うん、でも何がその子ができんってやっぱ職人の気持ちがわからんすぎて、うん、営業で頭こなしにお願いします。横浜30万でいきますよねみたいな。営業力とか管理力は素晴らしいけど、けど職人に対しての、うん、そうあのあれがわからないから思いやりというものが持てずないぐらいな、うん。まあまあもちろんそれでも回っていくんだけど、でも職人の力があるのが楽じゃん。まあね、仲良くはしてなんかお互い。そうそうそう支え合うっていうか思いやり持ってやった方がやりやすいはやりやすい。毎日お客さんとの職人だからね。まあそうですよね。お客さんのことは好きになれんでもこの子のことは好きだからこの現場意欲したろって思ってもらった方が、うん、まあいいです得じゃん。でそのためにはやっぱちょっと現場覚えた方がいいんちゃうかって言って、うん、なんかブランクだった時だったあんな時だったかちょっと忘れたけど1ヶ月間現場行ってくる。でもその方がやっぱ真面目なねペンキベトベトついて、うん、ペンキ塗ってて女の子だよ。どっちでも経験したら仕事の幅が広がるし、まあ、仕事の幅が広がるだけじゃなくて思いやりの心も増えるまあそうそう、ね、人生は広がる。でもお金って人生と結構リンクしてんのかしてないのか分からんけどまあある程度はなんかあるじゃん。だから友達も誰もいないお客さんもいない仲間もいないやつが、うん一点突破で金儲けしてる人って、まあ、ごく少ないじゃん、うん、だけどそれなりに持ってて能力も高くてだったら、まあ、多くなってくるじゃん、うん、比率的にはねだ完全にこうなっとるわけじゃないけど、うん、まあ近いやだからそういう意味ではその苦労はなんか金当てでももらえとか言うじゃん、うん、でそれって本当にそうじゃない、うんまあ、最後めちゃくちゃ真面目な話なんですよ。俺めっちゃいいこと言ってるめっちゃいい質問したんだよめっちゃいい質問したんだよ。俺の質問マジ適正まあ、はい、じゃあ、皆さん、はい、まあ、たまには質問は上げてください。はい、ぜひ、勉強。あと、まあ、こういうのを見て、経営者にとかちょっと興味持ってくれたら、本当に SNS 勉強会、本当に来てください。うん、ちっちゃい会社ほど SNS って、これからもう、本当に武器になってくると思います。もう、本当に人から聞いた方が早い。うん、一生懸命、身を見舞いでやるのももちろん大事だけど、人から聞いて一緒に、で、俺も盛り上げやっていける。みんなでこうやってなんか悩みながらやってきて、俺も頑張れるじゃん。でしかもさ、うん、SNS 勉強会で喋った後みんなで懇親会みたいなのもあるから楽しいかもしれない。俺それまであんまりやる気ない。もう自分のターン30分やったらタバコぼかすに。これそれが9月7日が大阪 で、うん、で11月名古屋、はい、名古屋が好きですけど、あ名古屋が好きか、はい、11月に、うん、11月にありますので、はい、ぜひ来てください、はいはい、せーの言わんのかいって言わんのかいってはい、okay. ありがとうございました。